U-NEXT、ライジン、テレタマの共同制作でお送りする MMA タイム、司会の鈴木よしひこです。そしてアシスタントはこの方。はい、元ライジンガール黒担当の庄司梨沙です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。この番組はですね、国内のみならず世界の MMA の情報をギュッと凝縮してお届けしたいと思います。早速ゲストの皆さんをご紹介いたしましょう。まずはライジン榊原信之 CEO、 よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ライジン男塾塾長石渡慎太郎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてマッチメーカーといえばやはりこの方です。チャーリー柏木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回の特集はですね、まもなく開催になりますライジン40の、ベラトールとライジンの全面対抗戦という豪華なカードが並んでますね。榊原 CEO、 ベラトールとライジンの対抗戦、2019年の大晦日以来3年ぶりということですね。まあ、2019年も私も対抗戦なの。あれも対抗戦。まあ、一応対抗戦なんだけど、今年の皆さんに見てもらうものとはちょっとベラトールと本気度が違うね。そうですね。もうまあ、こっちも現役のチャンピオンももちろん出してるんだけど、はい、現役のチャンピオンを送り込んできてるのね。はい、海外も含めて柏木はどんな風に見てる？いや、やっぱり両団体ともトップどころを出してきたので、うん、これ本当にこう全敗したら本当にこうブランドが落ちるというか、はい、本当にいろいろと失うものが多いので、まあ、それはもうベラトールもそうですし、うん、本当にだからこそ面白いんじゃないかなって、うん、本当にこう感情移入しできるような、うん、本当に真剣勝負。それでは全面対抗戦のカード一覧を見ていきましょう。はい、はい、こちらになりますけれども、石渡さん、はい、この顔ぶれいかがですか？これ夢かなと思います。はい、そうですよね。はい、現役トップバリバリで、多分ベラトールの興行でもこのメンツが揃うないんじゃない、はい、片側に並ぶことはないですね。ね、はい、だからすごいボリューム感というか、いや、よくぞスコット効果から協力してくれました。もう協力したっていうのはもうすごいですね、スコット大丈夫かなって潰しに来てます。潰しに来てるね。はい、それでは10月に行われた全面対抗戦の対戦カード発表記者会見の様子を振り返っていきましょう。さあ、こちらですね、会場は六本木ヒルズアリーナで行われました。場所は伏せられていたんですけれども、最近の試合改めてこの時はどういった心境だったんですか？まあ、どういった心境というか、まあ、本当ワクワクしてましたよ。まあ、本当にいろいろ上に曲折があったんですけど、5人がこのカードにラインナップされるので、ね、ギリギリだもんね、決まったんで、ね、本当によく、はい、よく受けてくれたなっていう、日本側のライジン側の選手、まあ、特にクレベルなんて ね、試合終わった直後だもん ね、 そうですね。ベルト巻いた2日後か3日後でしょ。あ、そうですね。うん、はい、改めて榊原 CEO とスコット・コーカー代表の関係というのはどういう？スコット・コーカーさんってもともとは旧 K1 のアメリカの代表だったりしたんです。はい、ちなみにこの会見の時なんですけれども、柏木さんは通訳を担当されていらっしゃいましたけれども、はいはい、ちょっとこの番組のためにですね、何かこう、はい、裏話というかあります？なんかこう、どうなんですかね、通訳してる時の裏話は多分ないんですけども、はいはい、ベラトールの選手たちなんかはこう、はい、日本に来て、まあ、ちょっと浮かれてる部分はすごい感じました。みんな日本で戦ってみたかった。 AJ とか特にそう言ってるんでしょ。もうフィットブルもそうですし、本当に外国人の選手、まあ、ベラトール今回来る選手たちはみんな日本でしたい、試合帰りたい。フィットブルなんかはこうもうチャンピオンで、当然筋としてはライジンのチャンピオンってやるのが、まあ、こうプロモーター同士の話なんですけども、最悪クレベル選手が、まあ、チャンピオンが、はい、まあ、怪我したりとか、出れなくても、 もう誰とでもいいから、とりあえず俺を日本でやらせろという感じで、まあ、スコット・コーカーの方には言ってたみたいですけど、誰でもいいから。で、特に日本でも埼玉スーパーアリーナで一回戦ってみたいって、これ割とアメリカに行ったりするとみんな言うもんね。そうですね。ここでベラトールスコット・コーカー代表にもですね、今回の対抗戦にかける思いなどを語っていただきました。こちらの VTR をご覧ください。I mean, this is an event that really has historical significance. When you have a team match like the best fighters in Bellator in the lighter weight divisions, everybody is either a champion now or current, or been a champion in the past.
And then to fight, you know, the rising champion and the top contenders, I think it's going to be a great matchup, great series of fights. But I do think that we're going to win our share of fights. I think we're going to do very well. I think that Ryzen has great athletes, but I think that ours are just going to be a little bit better. And, you know, when we made the deal with Sakigibara, we said, okay, who are your best fighters in what class? And really, it's all in the lighter weight division, starting at 25 and going up to 55. So we said, well, you know, bring one fighter in each weight class, 25, 35, 45, 55. And then we have, let's see, 25, 35, 45, 55. And then we just picked one fight that was kind of random weight class. To fill the last fight so I could make a 5-on-5 match. But really, when I think about AJ McKee, Pitbull, Juan Archuleta, you know, and Horiguchi, these are some of the best fighters, you know, in the history of Bellator. You know, they're as a team, I think they're very dangerous on any given day. They can beat anybody. I tell you what, I think we're going to have some really exciting fights. But the fight that I really think is going to be a fireball, two fireballs going at each other, is going to be Juan Archuleta fighting Soo Cho Kim. I think that fight is going to be like two tigers just going bing, and then, you know, they're gonna start fighting. It's going to be a lot of fun to watch that fight. When I think about, you know, Pitbull's fight, same thing. I think the Pitbull's dangerous everywhere. He could knock you out. He could submit you. He could wrestle you. You know, Pitbull is a fighter. He's fought everybody in the world at, you know, at his weight class. He's has, I think, 30, almost 40 fights now. And, he you know, the other, Koki has about 40 fights as well. So as far as experience, it's about the same. And I think both these guys are scared of nobody. And it's going to be a fun fight to watch as well. I think, you know, it's a great opportunity for fans to tune in and watch every different style of mixed martial arts that you could see out there, right? I'm going to be interested to see how my guys adapt to the ring and the Ryzen rules. But all in all, I mean, as a fight fan, I'm going to sit down, I'm going to enjoy it, I'm just going to take it all in, and I think we're going to have a good night for Bellator. Bellator スコット・コーカー代表のインタビューでした。お知らせの後は全面対抗戦5試合の見どころを徹底解説していきたいと思います。MMA タイム、続いてはベラトールライジン全面対抗戦5試合の見どころを徹底解説してまいります。まずはライト級、ガジ・ラバダノフ選手 VS 武田浩二選手となります。武田の成長ぶりというか、はい、活躍ぶりは相当なものだったし、武田にとってはカーライル負けたのが一ついい機会になって、海外にも武者修行にも行ったり、直近の試合の勝ちっぷりも良かったので、はい、ここはもう5人の対抗戦、最終の枠ではあったけども、武田選手に託すというのはいいのかなという。石渡さんからご覧になって、今年の武田浩二選手ってどういうふうに映ってましたか？もともと、本当に前の方に遡ってみると、結構打撃のディフェンス感がなくて、よくパンチをもらう選手だなというふうに見えてたんですけど、はい、どんどんそこの部分が、弱点がどんどん消えていって、ジョニーケースとやっても、はい、その弱点をこう補って自分のストロングポイントをぶつけれるようになってたので。なるほど、はい、対戦相手のこのラバダノフという選手なんですけれども、はい、まあ、格闘技ファンからすればダゲスタンの選手がついに来たかと。もうダゲスタンレスラー、もうゴリゴリの、まあ、チェーンレスリングで、削って削ってで、サブミッションもしくはパンドっていう、本当にこうコントロールに特化した、選手なんですけれども、でもその圧倒的な寝技の強さがあるので、打撃の思い切りもよくてですね、打撃スタンドでの KO だったりとかっていうのもたくさん持ってますね。そう、うん、今回このラバダノフ選手のセコンドに、うん、ハビブ・ヌルマゴメドフさんが、うん、UFC のライト級王者だったわけですけれども、来るんですよね。うん、大丈夫、見れますよ。今年の試合は見れないけど、はい、続いてはフライ級による一戦、堀口恭司選手対大木久保博正選手の試合になります。こちらのカードに関しましては、佐々木博士、今回は堀口選手はベラトール側として参戦。はい、そうですね、日本に凱旋する、
もう一郎みたいです、ね、そうですね、はい、うん、そこがまたあのかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。だって、あの一応5対5でトップアスリートっていう中にスコットも、まあ、地元なんでとりあえず堀口も出しとくようじゃなくて、はい、やっぱりこの軽量級の中でいうと堀口を、ね、自信持って送り込んでくるんでね、うん、これ3回目じゃないですか戦うの、はい、選手っていうか今まで石渡さんはなんか3回目、はい、メンタル的にどうなんですかね。大木久保選手としてはもう気合い十分、うん、堀口選手としてはもういいよっていうメンタルがあると思うので、うん、追いかける側の強さってなんか、うん、はい、ありそうな気がするんだけど、これフライ級になるっていうのはどうなの。堀口選手ってこう膝の手術してからちょっと遅くなったとか踏み込みが弱くなったっていう風に言われたりしてるんですけど、逆にこれがフライ級になった時にこのスピードっていう部分はどう変化してくるのかなっていうのは、それ戻る可能性すごいあると思うんですよ。僕も減量して動くと全然足の運びが全然変わるんで、それが何キロか違うと多分あと元の踏み込み戻っているということは十分考えられると思います。まあ、あのこの2人とは両者とは石渡さんも戦ったことがありますけれども、はいはい、まあ、基本的にはもう堀口選手圧倒的有利、圧倒的有利、もし勝つとしたら、うん、あの殴り合いになること以外はないかなと思ってるんですけど、じゃあ殴り合いになったら大井京選手、殴り合いになればもうどっちが勝つか分からない、どっちが勝つか、そのタフ、タフ堀口選手打たれ弱いところあるんで、ほうほう、そこにワンチャンスある。なるほど。それ以外ちょっとどうやって勝つのか見えないですね。続いての試合はバンタム級の一戦、はい、フアン・アーチェッタ選手対キム・スーチョル選手の試合になります、うん、はい、こちら榊原史上、はい、6年9ヶ月ぶりに、ライジンの舞台に帰ってきたキム・スーチョル選手を、はい、抜擢しました。実はライジンでは2試合しかまだしてないんですけど、はい、はい、むっちゃでもこの前の試合、まあね、大木久保に勝った試合も、はい、まあ、その試合の内容もそうだけど、履いてきたパンツも真っ黒で、あのなんかあの2試合しか出てないんだけど存在感がもうす、はい、今のこの旬のタイミングっていうか瞬間でいうとすごい存在感あるし、これも慎吾さんとあの話して、あのお互いスーチョルでいこう、なるほど、うん、ここはなんかあの全然お互いの意見が割れることなく、この試合の見どころというのは柏木さん、お互いこう前進してプレッシャー、自分のペースを相手に押し付けるようなスタイルですので、はいはい、どっちが下がるんだろうっていう、なるほど、感覚にはなってます。石渡さんはこの対戦どうご覧になりますか。まあ、お互いにあの打撃をしてテイクダウンしてっていうスタイルだと思うので、うん、そのお互いストロングポイントがぶつかり合ってるんですよ。予想ではどうですか。予想、もうさっきから僕はあの、うん、敵みたいになってるんですけど、やることもないです。アーチェレッタがテイクダウンされたりとか、パンチをもらうシーンが想像できる。これね、すごい人気がある選手なんですよ、アーチェレッタって。まあ、なぜ人気があるかっていうと、やっぱり試合が、はい、記念日がなくド派手な、はい、もう石渡りと並ぶぐらい、もうガンガンいっちゃうんで、はい、この選手もね、本当にどっちにしても決着が僕は早いようなこの試合は早いですか、うん、するんですけど、5連勝なんでスーチョルが勝ちます、はいはい、もちろん続いてはフェザー級の一戦、はい、パトリシオ・ピットブル選手対クレベル小池選手の試合になります。はい、このカードが佐々木原さん、あのチャンピオン同士のカードということで、高価なカードになりましたね。他の、ね、4試合負けても、はい、ここは取りたいっていうふうに、はい、スコットは思ってるんじゃないかなと思う。やっぱりチャンピオン同士じゃないですか、だから本当にベルトを持ってる者同士をぶつけ合うって、はい、まあまあすごいことだね、シーンもね。普通やらないですよね、プロモーターとしては。なるほど。やっぱり自分の団体のこう顔ですので、うん、そこには絶対他団体のチャンピオンの顔には負けてもらいたくないっていうのがもう、まあ、普通の心理だと思いますけど、はい、これをやってしまうあたりがすごいなと。試合の見どころこの見どころはクレベル選手がどうやって1本取るかじゃないですか、ね、おお、1本、そうですね。逆にまあ1本取るしか多分勝てないと思うんです、うん、確かに。もう勝ち道はないと思うので、はい、石渡さんどうですかまたいいですよ、いいですよ。あの評論家として、一評論家としても P
ピットブルがこうパンチをもらって倒れたりとか決められたりとかする姿は想像がつかない。まあでも多分この試合は俺も5連勝っていうふうに言ってるんだけど、一番そういう意味で言うと確率論で言ったら、まあ、自分のところのチャンピオンであるんでね、でグレベルも本当強い選手だけど、はい、他の4試合の中でも一番山が高いと。クレベル経験選手ってこれまでの対戦なので、やっぱり一つこう打撃をもらう、パンチをもらって崩れてしまいそうな、こうガクッとこう腰を落とすシーンっていうのがあったじゃないですか。それが今度このパトリシオのパンチとか打撃になると立て直せるものなのかどうかっていう、そのまま、いやもうパンチもらったらぶっ飛ぶんじゃないですか。そう思う、同じブラジルなんだよね、はい、うん、片方は本当にこうメジャーな中で、まあ、もう何年もトップ張り続けてる選手に、まあ、ブラジルの人たちが結構注目して見るカードになるんだろうなって気がするけどね、はい、さあそして、はい、いよいよラストになります、はい、ライト級の一戦で、うん、AJ マッキー選手対ホベルト・サトシ・ソウザ選手の試合になります。はい、まあ、現チャンピオンのホベルト・サトシ・ソウザ選手と前チャンピオン、しかもフェザー級ですけれども榊原志郎、この試合はですね、もう多くの人たちが今回のライジン40でやっぱり注目している試合に多分一番多く挙げられている一戦だと思います、うん、MMA の中の今競技で、はい、まあ、ファイトスタイルって常に進化しながらそのタイミングそのタイミングで流行があったりするけど、はい、革新的なスタイルを世界に見せられる試合になるんだろうなと思って、アメリカの目の超えたファンもぶっ飛ぶんじゃないかな。柏木さん、はい、この試合見どころ教えていただきます。いやもう全てが見どころなんじゃないですか。なんかもうすごいです。だから AJ マッキー選手はやっぱり第2世代というか、本当に新しい新時代の MMA ファイターっていう感じがして、はい、本当に何でもそつなく高いレベルでこなしますし、ファイト IQ も高いですし、本当にこう無駄な動きがないというか、すごく合理的なファイターだと思うんですけども、藤井聡太さん、この試合に関してはどうですか。これは決めるんですよ、佐藤選手。話聞かせてください。まず AJ マッキーが今回はライト級ですけど、まあ、前々回、まあ、もともとフェザーから上げてきてるっていうことで、ライトになってからはまあフェザーほどの圧倒、まあ、一戦しかしてないですけど、フェザーほどの圧倒感はないのかなということが一つと、なんか頭の中は結構グラップリングでこう構築されてるのかなっていうふうに見えてて、こう何かがあったらこう組んで決めに来ると思うんですよ。その時に佐藤選手がもうちょっと僕らじゃ想像もつかないような毎回動き見せてくれるんで、その人差しで決めてくれるっていうことはもう信じてます。なるほど、はい、退職日取ったら違うそうだよね、はい、まあでもこれまでも歴代のこのチャンピオンってやっぱり圧倒的な強さを持ってるチャンピオンって自分から行くんだよね。自分でやっぱり試合を動かすし、だからサトシも自分を信じてガンガンいけるんで、この試合も僕、サトシはもうゴング鳴ったら最初からいくと思いますよ。ということで、ここまで全面対抗戦5試合の見どころを解説してきました。はい、お知らせの後は全面対抗戦でベラトール軍として参戦する堀口恭司選手にフォーカスを当てていきたいと思います。さあ MMA タイム、続いてはベラトールの男子ファイター唯一の日本人、堀口恭司選手のルーツに迫っていきます。堀口恭司32歳、2010年にシュートでプロデビュー、その後 UFC で好成績を残すも2017年ライジンに電撃参戦、2019年には史上初ライジン、ベラトールの2団体同時世界王者という快挙を成し遂げた。これまでの成績は30勝5敗、勝率 86%、 試合決定率は 63% と日本人ファイターとしては驚異の数字を誇る。堀口選手のふるさとは群馬県高崎市。5歳から伝統派空手を始め、高校時代には空手でインターハイ出場も経験した。そんな堀口選手のルーツが栃木県足利市にある空手教室いちごクラブ。
中学時代に入門し、当時二瓶博雄館長から指導を受け、遠い間合いから打撃を繰り出すファイトスタイルにたどり着いた。やっぱ二瓶さんの教えてたのが独特の空手だよね。本当の空手じゃないよね。ボクシングとかもミックスされてるじゃん。フットワークもそうだし、パンチの出し方だったりもそうだし、あの二瓶さんは空手やったことないんですよ。それでも研究して教えてくれてたんですよ。まあ本当に唯一無二のあれですよね、スタイルっていうか独特な教え方でしたよね。自分はそこがすごいなと思って、これなら強くなれるなと思ってここに通い始めましたね、はい。まあ、中学の時は最初ボクシングのプロになろうと思ってて、でボクシングの中学卒業してボクシングのプロになりたいっていうのを親に言ったら、いや高校だけは推薦で空手で行けるから高校だけは行っとけと言われて、そのタイミングでプライドとか流行りだして、もう高校卒業したら絶対にプロの格闘家になって金稼ぐっていうのを常に思ってましたね。格闘技で夢をもらったので、やっぱ格闘技をもっと盛り上げて、まあ、自分が夢を与えられる存在になりたいなと思ってますね。まあそうですね、今負けが込んでるんで、ここからしっかり勝って、その貯めた分喜ばしたいなと思ってますね。格闘技はまあ自分の人生ですね。はい。はい。堀口選手のルーツに迫っていきました。石渡さん、はい、もしかしたら話したくないかもしれませんけれども、堀口恭司選手と過去2度戦ってますけれどもね、はい、堀口恭司選手の強さ、どんなところなんでしょう。まあ、本当にもう皆さんご存知の通り、独特の距離感、まあ、遠い間合いからの踏み込み、まあスピードのあるパンチ、蹴り、そして怪力というところですね。堀内選手は UFC で勝ち星を重ねている中で、またランキングとしても上位に位置してた、タイトルマッチも経験しているという中で、2017年にライジンに電撃参戦しました。2015年の大晦日、今年で7年目、7回目の大晦日になるんですけど、はい、15年に女子格でレナが出て、はい、でもその当時の16年、まあ、石渡選手もそうですけど、やっぱり日本を代表する選手たちって軽い階級にしかいないというか、世界と本気で戦える階級なり本物を見せないと、まあ、最終生き残れないなと、そうなった時に、まあ、求心力を持ってその階級に熱が作れるっていうと、やっぱり世界で圧倒的に今実績がある堀口恭司に日本に戻ってくるという選択をしてもらうしか、我々が何をしたいかっていう本気度は伝わらないし、教授を口説くに、ね、アメリカに行ってっていう感じになりましたけどね、はい。その堀口恭司選手は今回は、ベラトール勢の一人として、大晦日にライジンに参戦いたします。ここまでベラトールライジン全面対抗戦に参戦する堀口選手の特集でした。はい、一旦お知らせです。ユーネクストライジン、テレタマの共同制作でお送りする MMA タイム、第1回の今回はライジン40のベラトールライジン全面対抗戦を特集してきました。それでは最後に榊原 CEO より視聴者の皆様にメッセージをお願いします。はい、まあ、本当に大晦日までもう間もなく、もう2週間切った、10日切ってるぐらいだと思いますけども、多分この7年目にして、最上級のクラスのワールドクラスの選手たちが埼玉に31日集まります。ワクワクドキドキハラハラしながら年を越していただけたらなと思います。ありがとうございます。なおライジン40は U-NEXT でご覧いただけます。2022年を締めくくるのにふさわしい極上のカードがラインナップされています。ぜひ世界レベルの試合を U-NEXT でご堪能ください。本日はライジン榊原信之 CEO とマッチメーカーのチャーリー柏木さん、そしてライジン男塾塾長柴谷慎太郎さんとお送りしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。